皆さんこんにちは障害者自立支援法という言葉を聞かれたことはありますか障害者自立支援法大変言葉法律の名前としては綺麗な名前になっておりますけれども実態は障害を持っておられる方からすると大変な法律が導入されたとこういう声を私もよく聞きますこれまで障害を持っておられる方が行政サービスを受ける場合には 応能負担の原則という形でその行政サービスに対する対価をお支払いいただいてまいりました。つまりは収入がある方にはそれなりに払っていただく。しかし収入がない方にはそれに応じてお支払いをいただくという原則でありました。しかし今回障害者自立支援法が導入されるによって応益負担つまりは行政サービスの内容に応じてお支払いをいただく額が決まってくる。 収入ががああまりなないいいい人にもお支払いををいたただくとううような形でで法律が改正をされたわけであります収入がないけれども負担をしていくこれはその人たちが収入が得られるようになってからならば私は理解ができますがやはりいろんな意味で努力をしてもなかなか収入が得られない人にサービスを受けてるんだからその分お金を払いなさいというのは社会として少しギスギスしてるんではないか だからこそこの障害者自立支援法については改正をして元の大納負担の原則に戻していくそのことが私は必要だ収入に応じてお支払いしていただくような原則に変えていくそうした改正が必要だとこのように考えております。